皆さんこんにちは。田畑先生の、トランペット講座第4弾です。今回の、お題は第1回目、第2回目に引き続き、リップスラ。リップスラですね。皆さんどうでしょうか。私は学生時代すごく苦手だったんですが、リップスラの続きをお話ししたいと思います。前回第1回目の時に、ちょっと駆け足でやった内容をおさらいすると、2つの方法があると。1個はこのアパチュアといって、この空気の通り道のことを、ね、英語でアパチュアっていうんですかね、正確な発音アパチュアっていうんですけれども、ここをこう唇をこう操作することによってできるっていう方法と、あとはもう1個は舌の上下動ですね。上下動でこう音を変えていく。で、実際私はこの2種類を同時進行でやってるっていうお話をしたと思います。はい。で、アパチュアは前回第2回目にやらせていただいて、第3回目は響きを作る。で、第4回目はその、リップスラーの後半、下の上下動。上下動って何て言うんですかね。簡単に言うと、あれなんですけど、舌のいい形、位置、これを知るということですね。で、どういう、じゃあ舌の上下動をすることによって、なんで音程が変わるかっていうのを、ちょっと簡単に説明したいと思います。その舌の上下動をうまく使う、上手に使える大前提として、この喉ですよね。このスロート。スロート部分がしっかり、太く開いてるっていうことが、ポイントになります。ここ喉まで開いた状態で、肺から空気が上がってきて、で口にこう入る直前でですね、これ上顎の天井だとしますと、こう下の上下動でここを絞るんですね。天井と下の奥、だいたい奥歯の横、私の場合は奥歯って4本入ってるんですが、で5本目が、親知らずになるんですね。私上2本とも親知らず抜いてしまったので入ってないんですが、一番奥の奥歯あたりにこう舌をぐーっと左右両方キャッチする感じですね。でベロの先はこうそのまま下向きに、下の歯の前歯のすぐ後ろあたりにこう、ね、折りたたんだ状態になっていくんですけど、見ますこんな感じ。舌が最初、下の顎の歯茎のすぐ裏側にこう舌がセットしたんですけど、だんだん音域が上がるにつれてこんな感じになって、こうなってるのがこう、うーっとこう滑り台というか、なんかこう奥歯の横で持ち上がっていくんですね。この時にポイントになるのはベロがしっかり横に広がった状態で、D の発音で、キキキ、キー、左右いっぺんに。間違ったやり方、細くなって、キョキョキョみたいな発音になると、どうしても、喉が詰まる感じ。出てきてしまう。喉を最初にお話しした喉をしっかりオープンに、しっかり広げているっていうことが困難になります。なので、しっかりベロは、若干開いた状態で上下動させる。で、太くこう喉元まで上がった空気を一気に、ホースの先をこうつまむと、ね、こう水が圧縮されて勢いよくスプレーみたいにシャーって出ますよね。そんな原理と同じで、上顎と舌でキュッと息を絞ってあげて、で息の圧力を唇にドーンと向けていくと、そんな、方法です。ちょっとやってみます。
感じです。私の描いた図があるんですが、こんな感じでしょうかね。で、まあ、ローブラスの方ですね。まあ、ローブラスの方の場合は、ちょっと音域低いときはそんなに気にしなくても大丈夫なんですけど、5000を超えて、そうですね、ちょっと下あたり、実音の F あたりから、この動作を入れると、音が、音程がはっきり明確な、音色になってくると思います。はい、ちょっとそうですね、これ日本人がすごく、日本語って下の可動域があまりないので、あとしっかり横に開くっていう動作も苦手なので、ちょっと難しいところもあるかなと思うんですけれども、しっかり横に開いて、ハヒハヒ、口の中見えないですよね、ハーがヒー、ベロをしっかり横に開いて、両方の奥歯、なるべく奥の方がいいかなと思います。私の場合は本当に一番奥の歯の横にこうベロがこうあったら、こうベロがついていく感じなんですけどね。はい、はい、ちょっと研究してみてください。それでは次回お楽しみに。さようなら。